皆さんこんにちは、木村直樹です。まあ、APS-C 使ってるとやっぱフルサイズいいなってついついなると思うんですよね。特にこうオールドレンズとかを使うときに普通のこうマウントアダプター、普通のこういうマウントアダプターだと、これタクマの 55mm なんですけど、 55mm なのに 1.5 倍になっちゃうから 80mm ぐらいになっちゃうんですよ。 85mm ぐらいになっちゃうんですよ、ね、中望遠になっちゃうんですよ、これ標準なはずなのに。で、まあもちろんそのデメリットは、だからクロップされちゃうっていうところ、 1.5 倍にクロップされてしまうっていうところで、まあ逆に言うとメリットは、あのオールドレンズとか特にそうなんですけど、まあレンズって往々にして中心部の方が画質がいいんで、中心部だけ使えるから実はシャープに撮れるとか、性能的にはよく撮れるっていう、まあメリットはあるにせよ、まあそのクロップされない、その特にオールドレンズはでもそのクロップされないところがいいところみたいなのあるじゃないですか。でそれが使えないっていうのは結構やっぱフルサイズいきたいなみたいになると思うんですよ。特に最近はもうミラーレスバンバン安いのも出てきてるんで。で、まあ、フルサイズいかなくてもいい方法が実はある。で、それが、結構動画のユーザーとかでは使う人、知ってる人多いんですけど、フォーカルレデューサー。これは、ビルトロックスっていう、まあ、シンセンのメーカーのフォーカルレデューサー。だから、0.71 倍になる。だから APS-C につけた時に、まあ、55mm だとすると換算、90mm になっちゃうか。55mm だと。この 90mm×0.71倍になるっていう代物なんですよね。で、これは、今、タクマって本当は M42 マウントなんですけど、EF、アダプターで EF に変えていて、EF から富士の X マウントに 0.71 倍になるってやつ。で、もう一個は、M40 中一光学っていうメーカーの M42 マウント。だから元々は M42 マウントなんですけど、これですね、ねじ込みのマウント、ねじ込みのマウントから富士の X になるやつっていうのを、まあ、2種類持ってて、まあ、なんで2種類持ってるかっていう と、まずこっち買ったんですよ。多分中一光学っていうふうに書いて、チョングユイオプティクスっていう、チョンギーっていうやつなんですけど、まあ、M42 だったんで、もともと僕はそのオールドレンズを本来の価格でただ使いたいだけだったんで、M ねじ込み式なんで、これ現場で実は使ってたり、一人で使ってたりするとめんどくさいんですよ、このねじ込みが。ただこのねじ込みできると、実はそのもうちょい寄りたいなっていう時に、フランジバックを、ここのネジを、これだとフランジバックってここの長さなんですよね。でこれちょっと緩めれば、ねじ込み式ってまあ、ガクガクするんですけど、ちょっとフランジバック長くできるから寄れるんですよ。っていう、まあ、そんだけの、あれなんです。で、ちょうど2個あるんで、レビューと画質比較をどっちもやっていこうかなと思います。往々にして、画角的にはフルサイズ相当で使えるんですよね。で、1個、まあ、中を見せればいいんですけど、まあ、こういう風になってて、マウントアダプターなんですよ、要するに。で、マウントアダプターに、これレンズがついてるような状況なんですよね。でこっちが X マウントで、結構レンズはだからキワキワまでなんか来てるんですけど、ションギの方ですね。でここはねじ込み式なんで、ここのレンズでその光学を縮小して、ここに入ってくる光を、このレンズで入ってきた光をシュッとこう凝縮するして出すんですよね。で凝縮して出すと、同じ量の光が凝縮されてるっていうことは、光が強くなるんですよね、小さい面積に凝縮するんで、ので明るくなるんですよ実は。だからこれタクマの 55mm1.8F2 なんですけど、それが1と3分の1から3分の2段明るくなるんですよ。ということは 1.8 で、まあ、3分の2段っていうことは 1.4 になるんですよね。プラス1段なんで F1 になるんですよ、要するに 55mm のこれが。っていう感じ。まあ明るさは、だから明るく撮れる、だから暗い暗所に実は強くなりますよっていうことで、普通のマウントアダプター、これただのマウントアダプターなんですけど、普通のアダプターこうなんですよね。だから光学縮小系がつくと、このレンズが入ってるか入ってないかの違いなんです。でこれはまあ3、4000、5000円ぐらいで買えるもので、これが本当はもともとはスピードブースターって言って、メタボーンズっていう会社が出してるやつが一番最初のやつで、それから いろんなメーカーが2万円とかぐらいで、まあ、出すようになったんですけど、光学的には性能としてはそのスピードブースターよりは落ちるんですよ。ただスピードブースターって10万弱ぐらいは絶対するんで、まあ、6万とかは絶対するんで、それと比べると、まあ、安価にできる
ていう。でこのチョンギーの方は電子接点がついてないんですよ。 M42 はでもちろん他のマウントもあります。あのマイクロフォーサーズ用もあるし、キス M 用とかのキヤノンの APS-C のミラーレス用とかもあります。あのソニーの E の E マウントの α6600 とか6000台のあれに使えるやつも、まあ、あると。で、まあ、チョンギーがまあ一つ。じゃあまあちょっと軽くこの T3 に付けてみましょうか。このイメージセンサーがでかくなるんですよ、これつけると。こうだったものがっていう感じ。まあ 55mm の、まあ、ほとんど本来の額 90×0.71 なんですけど、まあ、ほとんどその元々の本来の画角っていう感じので使いますよ。でもめっちゃ明るいんでいい感じですよね。やっぱボケ感とかも 55mm なんで全然違う。でも画角は 55mm、 まあ、APS-C でいうと 35mm のノリで使えるっていう。でこれつけないと今度はあの普通のマウントアダプターで見ると、まあ、明るさが今のさっきの明るさよりそのままやっぱこう中望遠として機能するんですよ、ね。まあ、これはこれでいいんですけど、やっぱりその明るさもそうだけどそのレンズが変わっちゃうんですよね、中望遠に。まあ、これはこれでいいんですけどっていう。しかもこれ全部今開放で撮ってますっていうのが、まあ2万円から買える僕なんですよ。でこれの電子接点がついてるバージョンがこれなんですよ。ビルトロックスっていう同じく深センのメーカーなんですけど、まあこれはちょっと現役で使ってるんでこうラベル貼っちゃってるんですけど、まあこれはここにレンズサポートがついてるんですよね。 EF でしかも電子接点がここに電子接点がついてる。だから EF のそのホールドレンズだけじゃなくて現行のやつが使えるんで、 EF レンズってでかいんでこれがついてるということなんですよね。フルサイズ用のレンズでかいんで、これも同じく 0.71 倍なんですよね。だからこれがあるとフルサイズはっきり言って買わなくてもういいんですよね。まあ APS-C の問題点の一つとしてやっぱボケ感なんで、ボケ感っていうのは APS-C ってフルサイズが 55mm だったら標準的な角って APS-C だと 35mm じゃないですか。でその 35mm を使わなきゃいけないと焦点距離が短いんですよ。で焦点距離が短いとボケにくくなるんです。望遠になればなるほどボケやすくなるんで、だそれを画角をが 55mm からもともと 35mm を使ってたのが 55mm になるっていうことでフルサイズと同じぐらいのボケ量が出る。で勘違いしやすいのはフォーカルレジスタースピードブースターって1たす3分の2段明るくなるじゃない。明るくなってるから例えばこのタクマの 1.8 がこれがあの2ぐらいになるんですよね。で3分の2だからまあ F1 ぐらいにはなると。 55mm の F1 のボケ感じゃないんですよ。 55mm の F1.8 のボケ量な。ここはまあ勘違いしやすいかなと思うんで、だからフルサイズではもともとこのタクマをつけるとフルサイズでは 55mm の F1.8 ぐらいボケるってことなんですよ。でフォーカルレデューサーをつけて開放にするとそれも 55mm の F1.8 ぐらいボケるってことなんですよ。 55mm の 1.8 ぐらいボケるってことなんですよ。だから明るさは明るくなるんですよ。 55mm の F1 相当になるんですけどボケ量は 55mm の F1.8 ですよ。ところです。じゃあちょっとまあこのフォーカルレデューサーこっちのチョンギーの方はもちろんこれは今 M42 と FX なんですけど EFFX もあるしM42 マイクロフォーサーズもあるし、あの基本的に全部あるんです。一般普及品のマウントはこれ結構だから良くて、特にあの電子接点ないですけどオールドレンズで使いたいっていうのは結構そういう目的多いと思うんで、 Google のこれが本当にいいかどうかは一回 EF にしてからタクマとかもつける方がもしかしたらいいかもしれないんですけど、とにかくすごいいいんで、ただしあの開放の時に画質がちょっと落ちるっていう話もある。まあでもそれは次回に置いといて、まあどんな感じかっていうのをつけたのとちょっと作例をこう見て、まあどんな風になるかっていう感触をですね、まあ、ちょっと見ていきます。もうねやっぱり明るいっていうのはねいいことなんですよね。一段もともと 1.8 なのが、まあ、1.2 になると、あ一段分上がると全部もうね開放で撮って、全部開放で撮ってなんか明るいく撮れるんですよね。これとかもね、まあ中望遠だったのが中望遠じゃなくなるから、だからいつも例えば 35mm の、まあ、EF1.4 とか使ってればそこまでじゃないかもしれないんですけど、体感としてはこうあフルサイズの 50mm って
って広いんだなみたいな体感が分かる、できるようになるっていうか、あ、フルサイズの 50mm ってなんか余裕ある感じだなみたいな、画角に全然なんか余裕を感じるなみたいなっていうのが、まあ体感できる気がするっすね。でやっぱりこれとか、これ夜なんですけど、ちょっと昼間みたいにも見えますよね。この昼間の日陰かなみたいな、この辺とかも下手したらっていうぐらい明るくは撮れるってことなんですよね。夜のこうローライトのこの鳥居のマークのこれとかもこんな明るくないですからね。 F1.2 ですよね。 F1.4 でさえやっぱないですよね。ちょっとそれより明るいですよね。でやっぱりそのまあタクマ 55mm からそのマウントアダプターつけた時とボケ感は一緒なんですけど、 35mm と比べた時に 55mm がついてるんで、それよりはまあボケるかなっていう。で開放で撮ってて明るくしてるんですけど、やっぱり開放の時のシャープネスみたいなのは落ちてるなっていう。このポストとか撮るとまあこれちょっともしかしたら手ブレしてるのかもしれないけど、あのオールドレンズっぽい描画というかは健在だなっていう。でまあそういうのって拡大してこうやって見ないとまあわかんないんですけどね。そんなにで拡大してどうせ見ないじゃないですか、用途が違うと思うんで。まあこうぼってりやぼったいオールドレンズの描画はそのままっていう感じですね。もともとそういう感じ、絞るとまあもっとシャープだったはずなんですけど、これ夜の木漏れ日、夜の街灯の木漏れ日なんですけど、こんな明るくないんですよ、見た目でさえ。でこれ動画だと効力を発揮するんですよね、何のライトもないところで。こんな明るくないんですよね本当は。こういうの撮れるっていうのはだいぶで、1段ってなんかでかいんですよね、絞りの。と暗い時のあと1段ってやつってかなりでかい。これなんか星取れたんですよね、開放で。まあ、だから、まあ、これ多分金星だから明るいやつなんですけど、でも星図に映った動画で。F1.2 までのやつ持ってれば星取れるんだなと。こんな感じで結構だから楽しいんですよ、ね、あのフルサイズのボディ買うのって。まあ、20万からはすると思うんですけど、それがあのスピードブースターまでいかなくとも、こう2万円ぐらいで1回体感できるんで楽しいかなと思うんですよ。レンズ1本買う楽しさ、だから今持ってるそのオールドレンズが倍になるわけですよね。オールドレンズ3本持ってるとしたら、まずこの APS-C の画角で楽しむのが1つで、こっちでつけて楽しむのが1つってことで、倍楽しめるなって思って1個買うっていうので、まあ紹介してみました。で実際の、あの実はこれにはもう一個続きがあって、こっちの電子接点がついてるやつとこれとこれと画質比較するのと、あとその普通のつけないでどうかっていうことと、そこをちょっと見ていこうかなと思ってます。でなんでかっていうと、まあ、このチョンギの方は僕はまあ個人的には普通に好きでいいなって思ってるんですけど、こっちをビルトロックス買っちゃったんですよね。まあ EF のフルサイズのレンズのをちょっと使うこともあるかなと思って電子接点がついてるから買ったんですけど、まあ本当はスピードブースター買った方がいいんですけど、そこまではしないみたいなそこまでするくらいならフルサイズのボディかみたいな感じなんですけど、まあその画質のちょっとこう実際どうなのってところを、このビルトロックスのこれとかすごいなんか海外のあの YouTube で撮影とかの人、カメラマンの人とかが結構絶賛しててですね、 YouTube で海外の本当かよっていうところもちょっと あるんですよね。まあそんな感じで、そんな感じで続きがありますよっていうことですね。なので今回はこのチョンギのレンズターボ M42FX のまあ紹介でした。次はこっちの紹介と正確な画質のあれ比較みたいなのをやっていこう。